コーネリアス・バンダービルト3世。コーネリアス・バンダービルト3世は、アメリカ合衆国の陸軍軍人、発明家、技術者。同国屈指の富豪バンダービルト家の相続人の一人で、鉄道王、コーネリアス・バンダービルトの彦。ネイリーの愛称で呼ばれた。ニューヨークセントラル鉄道の社史コーネリアス・バンダービルト2世と、その妻のアリス・クレープールグウィンの間の、第三子、次男として生まれた。 家庭教師に教育を受けた後、ニューハンプシャー州コンコードにある、上流指定向けの私立高セントポールズスクールを経て、1895年に、イエール大学の人文学の学位を取得した。そのまま、同大学に残り、1899年に、哲学の学位を取得した。また、夫婦と同じく機械技術に深い関心を寄せ、機械工学の学位も取得している。 1892年に兄のウィリアム・ヘンリー・バンダービルト2世が22歳で溶接したため父の後継ぎとみなされるようになった。しかし大学在学中だった1896年8月に父の反対を押し切って銀行家の娘グレース・グレアム・ウィルソンと結婚したため両親や定前の多くと絶縁状態となり事実上拝着された。1899年に 父が死んだ時、その7000万ドルの遺産の大部分は、ネイリーのすぐ下の弟アルフレッド・グーウィン・バンダービルトに受け継がれ、ネイリーが受け取ったのはわずかに50万ドルと100万ドル分の信託財産であった。アルフレッドは、父の遺言の一部の執行を差し止め、配着された兄に600万ドルの相続分を確保してやった。ネイリーは1926年になってようやく母。 アリスと和解した。ニューヨーク州兵の軍服を着たコーネリアス・バンダービルト3世。1910年代、前半のエイリート、妻グレースは、生涯連れ添い、間に、長男コーネリアス・バンダービルト4世、長女グレース・バンダービルトの一男一女の二人の史上、儲けた。また1914年に、男子のいない王子、ジョージ・ワシントン・バンダービルト2世から、 ニューヨーク5番街640番地にある邸宅を相続した。ネイリーは技術者、発明家としても知られ、機関車、貨物運搬車の技術的改善に関する特許を生涯に30以上取得し、多額の特許権使用料を受け取っていた。発明の最も重要なものの中には、燃料効率を格段に高める機関車の波状経過室やシリンダー型貨物運搬車、 革新的な形状の機関車などがある。さらに、彼は、ロンドンとパリを旅行中に、ニューヨークにも地下鉄網を築くことを思いつき、オーガスト、ベルモント・ジュニアと共同で、ニューヨーク最初の地下鉄運営会社となる、インターボローラピット・トランジットを創業した。1901年、ネイリーは、ニューヨーク州軍、第20不評連隊所属の将利に任官し、 以後1934年まで軍隊に席を置いた。1916年にはパンチをビリア討伐のため、メキシコ国境で戦い、第一次世界大戦では、第102公平大隊の指揮官として海外に、赴いた。最終的には順将にまで昇進し、第25不評旅団の旅団長を務めた。合衆国政府、ニューヨーク州政府、ベルギー政府から、 数々の勲章を授与されたほか、フランス政府から、レジョンドヌール勲章の上級勲章を授けられた。第一次大戦後、ネイリーは妻を伴って、ヨーロッパに何度も旅行し、元ドイツ皇帝ビルヘルム2世やその弟のプロイセン王子、ハイムリヒ、ベルギー王アルベール1世、ノルウェー王大使をラブ、ルーマニア王妃、マリア、イラン皇帝レザーシャー、イギリス王ジョージ5世らの主だった。 ヨーロッパ王族たちと交友関係を深めたり、休校を温めた。他のバンダービルト一族と同様、ネイリーもまたヨットを趣味とし、多くのヨット関係の組織に理事として名を連ねた。1903年、彼の所有するヨット、リライアンス号はアメリカスカップで優勝した。また1910年には、ネイリーのヨットがニューヨークヨットクラブ主催のキングズカップで優勝した。 1942年、ネイリーは休暇で赴いたフロリダ州マイアミビーチでヨットに乗船中脳内出血のため死去した。ネイリーはすでに1940年、ニューヨーク5番街640番地の邸宅をアスター家に売却していたが、彼の家族は1945年まで同邸宅の使用権を認められていた。意外は一族の墓所のある スタテン島のモラビア共同墓地に埋葬された。ありがとうございます。